れない夜をお過ごしの君に、癒しのひとときをお届けするナイトゴーストのナイトメアだよ。眠れない夜って辛いよね。不安なことや胸を打つ苦しみとか悲しみ、心の中に渦巻く負の感情が君の安眠を妨げようとしている。そんな君の不眠症を少しでも解消してあげたいから、今夜はメアが魔法の力を使って君が安らかな眠りにつけるようにとっておきのおまじないをかけてあげるね。そう、これはメアの催眠術。今この君がぐっすりと眠れるように催眠術をかけてあげる。君はメアを信じて、メアの言葉を信じて、メアの催眠術にかかるんだよ。大好きな君に、明日も明るく元気に一日を迎えてもらいたいかな。メアの言うことをしっかり聞いて、今夜はぐっすりと眠るんだよ。動画の概要欄にも書いたけど、これは催眠による睡眠導入動画だから、これから眠れよって人以外は視聴を控えてね。お外にいる場合や出かける前、特に車の運転をする前とかには絶対に聞いちゃダメだよ。メアの催眠術は効果抜群だから、催眠にかかった君は深い深い眠りの世界へと落ちちゃうの。と言っても催眠のかかりやすさには個人差があるから、効果が今一つな人もいるかもしれない。でも繰り返し動画をリピートすることでだんだんと催眠にかかりやすくなっていくから、一度の視聴でうまくいかなくても不安にならずに、何度でも動画を再生してみてね。さあ、部屋を暗くしてヘッドホンもしくはイヤホンをしてお布団に入ったら、メアの声だけに集中して、メアを信じて、メアの言う通りにやってみてね。催眠術始めるよ。君の悪夢をメアが全部ごっくんしてあげる。薄暗い部屋、どこまでも広がる暗闇、その暗闇をぼんやり見つめたまま、まずは大きく深呼吸をしていこう。吸って吐いての深呼吸、これを続けていくんだよ。はい、吸って吐いて、
深呼吸を続けて、メアが喋ってる間もずっと深呼吸を続けながら、君に魔法をかけていくからね。君は大きく息を吸って、大きく息を吐き出す。息を吐き出すときに、君の全身の力も一緒に抜けていく。呼吸を一回するごとに、君の全身の力が抜けていく、抜けていく。体がだんだんリラックスしていって、君の全身の力が抜けていく、抜けていく。高ぶっていた神経が静まっていって、君の体から力がみるみる抜けていく。ぼんやりと暗闇を見つめてる君の瞳もだんだんとまぶたが重たくなってくる。メアが今から3つ数字を数えると、君のまぶたはストーンと落ちるからね。さあ、数字を3つ数えるよ。数え終わったとき、まぶたは開かなくなる。3、2、1、0。まぶたが落ちて、目を閉じる、目を閉じる、目を閉じる。暗闇の中で、君はメアの声だけを聞いている。他の音は一切聞こえない。聞こえてこないし、聞き取れない。メアの言う通りに従って、君は深い眠りへと落ちていく。じっとメアの声だけを聞いて、君は深い眠りへと落ちていく。メアの言葉だけに集中して、他のことは何も考えないで、メアの声を聞いていると、ますます力が抜けていく。目を閉じたまま声だけを聞いて、ますます力が抜けていく。さっき閉じた君のまぶたはもう、絶対に開かない。力が抜けてしまったから、もう絶対に開かない。今度は君の右腕から、力が抜けていく、抜けていく。君の右腕から力が抜けて、右腕は動かなくなってしまう。その次は君の左腕から力が抜けていく、抜けていく。君の左腕から力が抜けて、左腕も動かなくなってしまう。今度は君の右足から力が抜けていく、抜けていく。君の右足から力が抜けて、右足は動かなくなってしまう。最後に君の左足から力が抜けていく、抜けていく。君の左足から力が抜けて、左足は動かなくなってしまう。こ
れで君の全身はもう力が抜けて動かなくなってしまった。今の君にできることは呼吸しながらレアの声を聞き続けることだけ。怖がらなくても大丈夫だよ。レアがずっとそばについてるからね。君が安らかな眠りにつけるまでレアがずっとそばにいるからね。体が動かなくなってしまった君、肉体の呪縛から解放されて魂だけの存在となっている君、ふわふわのもろくて柔らかいマシュマロみたいな君の魂、君の魂は夜の闇の中に浮かんでいる。曖昧でぼやけた夜の闇の空間、闇の中に浮いている君の魂、もろくて傷つきやすいむき出しの君の魂、そんな君の魂をメアーが優しい手のひらでゆっくりと包み込む。君が傷ついてしまわないようにメアーの手のひらで優しく包み込む。君は絶対の安らぎを手に入れる。レアの手のひらに守られて君の魂は安らぎを手に入れる。君の抱える不安も苦しみも今はもうどこにも存在していない。君の魂はレアが守っているから誰にも傷つけさせないし傷つけることはできない。レアが君の魂を守っている。だから君はもう安心して眠りにつくことができる。メアが守っていてあげるから君はもう安心して眠りにつくことができる。さあ、意識を閉じていこう。君の魂は絶対の安心感に包まれて深い眠りの世界へと落ちていくよ。そして深い眠りの中へ落ちていったら次に目が覚めたとき、君の体は前よりももっと強く明るく輝いて再生する。眠っている間もメアが君のことを守り続けるから、
君は安心して幸せな夢を見ることができる。メアが君のことを守り続けているから、約束された快適な眠りを君は味わうことができる。そして快適な眠りを味わうことで、君の肉体はみるみる回復していき、目覚めた時にとても力強い生きる力を手に入れる。メアが守り続けているから、メアが守り続けているから、目が覚めた時、君の全身に抜けていった力が戻り、それは前よりも生き生きとして明るく輝いて戻ってくる。だから安心して眠りの世界へと落ちていこうね。大丈夫だよ。数えるよ。そうしたら君は深い眠りの中へと完全に落ちてしまう。そして次に目が覚めた時に、とても生き生きとした力が全身にみなぎっている。覚えていてね、メアの言葉を。メアが君を守ってるってことも。大丈夫だからね。メアを信じて安心して意識をシャットダウンするんだよ。さあ数字を数えるよ。深い眠りと目覚めた時によみがえる力を信じて。3、2、1、0。